どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA のクレジットカードの新規入会キャンペーンがですね、2023年10月31日で一度ね、終わるっていう風になりますんで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、ANA のクレジットカードの新規入会キャンペーンで、こういった形になっておりまして、非常にわかりづらいのと、またね、各国際ブランドですね、キャンペーンがやっているっていう風になるんですよね。マスターカードだけね、今ちょっとやってなかったりするんですけども、まあ、ANA のね、主催のキャンペーンがやっていて、まあ、JCB、アメックス、ダイナースみたいな感じで、またね、ポイントサイトとかもね、案件も出てたり出てなかったりね、いたしますので、本日の動画ではここら辺ね、まとめて紹介していきたいななんていう風に思いますので、ANA のね、クレジットカード新規発行されたいっていう方はですね、ぜひね、参考にしていただければなと思います。ということで、こちらはね、ANA の公式サイトなわけなんですけども、まずね、これが ANA のね、主催でやっているキャンペーンっていう風になってるんですよね。ですので、これはね、基本的にどの国際ブランドでも利用することがね、できるキャンペーンっていう風になっていて、またね、ビザだったり、JCB、またね、アメックス、ダイナースですね。こちらね、独自にね、別でキャンペーンがね、組まれているっていう風になっておりますんで、まあ、どのね、国際ブランドであっても、このキャンペーンと各ね、ブランドのキャンペーンがね、併用することができるって言った形になってるんですよね。で、まずですね、ANA のね、クレジットカード初めて入会する方はですね、ANA では、紹介でマイルをプレゼントということで、こちらね、マイトンプログラムっていうのがですね、ANA のキャンペーンでやっているんですよね。これはどういうものかというと、既存のね、持っている方の紹介番号と URL、こちらをもらうで、申請するだけで、追加でね、マイルがもらえるって言った形になるんですよね。ですので、もしね、これから ANA のクレジットカードをですね、発行される方は、周りにね、この ANA のクレジットカードね、持ってる方いらっしゃらないか聞いていただいて、まあ、いらっしゃいましたらですね、URL とね、紹介番号をもらうと、まあ、自動的にね、特にね、こちら、デメリットとかございませんので、ただ単にね、追加でマイルもらえるっていう風になりますんで、ぜひこちらはね、狙っていただきたいな、なんていう風に思います。もしね、周りにいないよっていう方は、概要欄にね、一応私のね、載せておきますので、チェックね、していただければなと思います。ですんで、ゴールドカードだったらね、追加で2000マイルもらえたり、プレミアムカードだったらね、追加で5400マイルもらえたりいたしますので、こちらね、非常におすすめです。で、マイルの付与はですね、カードが届いてから約10日後までに紹介者、入会者それぞれ積算いたしますっていう風になっておりますんで、まあ、もらえるタイミングもね、ぜひ押さえておいてください。ではね、まずこちらが、ビザブランド限定のね、キャンペーンなんですけども、これもね、非常にわかりづらいんですけども、これね、キャンペーンがね、1から8まであるんですけども、このビザブランド限定って書いてあるキャンペーンありますよね、これ。これ。あと、これか。はい。で、このね、書いてあるんですけども、このビザブランド限定って書いてあるものだけ、このね、国際ブランドの、ビザブランドのキャンペーンっていう風になるんですよね。じゃあ、このね、書いてないキャンペーンは何なのかっていう話なんですけども、これね、ANA のキャンペーンなんですよね。こちらがね、ANA のね、キャンペーンなんですけども、まあ、これがね、まあ、一緒に記載されているっていう風になりますんで、非常にわかりづらいわけなんですけども、一応ね、一緒に紹介させていただきますけども、まあ、こういった形になっておりますんで、この点はね、覚えておいてください。ではね、一番最初に、紹介させていただくのは、三井住友カードの、キャンペーンですね。こちらね、ANA のね、ワイドゴールドカード、一般カード、プラチナプレミアムカードがありますけども、まずね、このビザブランドの ANA カードをね、発行される方は、まずね、ポイントサイト経由でね、発行してください。ポイントサイトね、今、ポイントサイトハピタスと、あとね、ポイントインカムで案件が出ております。で、こちらはですね、どちらでもね、OK です。で、ポイント数で言うと、ポイントインカムの方がね、ポイントが高くなっております。ですけども、まあ、ハピタスだったらね、マリオットポイントに移行できたりいたしますので、まあ、ここはお好みになると思うんですけども、まあ、どちらもね、一般カードでも、ゴールドカードでも、プレミアムカードでもですね、利用することができるっていう風になりますんで、マイトモプログラムをまず申請していただいて、その後ね、ポイントサイト、ポイントインカムか、ポイントサイト、ハピタスで、
カードをね、発行、経由してね、発行してください。で、発行し終わったらですね、こちらね、ビザブランド限定のね、キャンペーンっていう風になっておりまして、こちらはね、三井住友カードのビザブランドのみっていう風になっておりますんで、このね、ポイントサイトの案件は、マスターカードでも OK なんですけども、このキャンペーンはね、ビザブランドのみっていう風になっておりますんで、もしね、マスターカードを発行されたいっていう方は、こちらのね、キャンペーンは利用することができません。で、このビザブランドのね、キャンペーンなんですけども、最大入会で1万マイルということで、こちらね、ブランドによってもらえるマイル数変わってくるんですけども、プレミアムカードだったら1万マイル、ゴールドカードだったら2000マイル、一般カードだったら1000マイルがもらえます。で、こちらね、通常入会特典ということで、まあこれはね、キャンペーンって書いてありますけども、これはね、いつでももらえるやつですね。で、二つ目ですね。こちら利用で、カード利用でね、マイルがもらえるキャンペーンっていう風になっておりまして、最大5000マイルがね、もらえます。で、プラチナカード発行される方そんな多くないと思いますんで、まあ、ゴールドカードであれば3000マイル、ANA カード、一般カード、その他のカードであれば1000マイルがね、もらえるっていった形になります。で、こちらね、どういうキャンペーンかというと、申し込み期間に新規入会された方のうち、10万円利用された方に、こちらはね、もらえるっていう風になりますんで、10月のね、31日までこのキャンペーンやっているわけなんですけども、発行期間は11月の30日まで、で、利用期間、エントリー期間は7月の3日から12月31日までということで、年内にですね、10万円利用していただくと、この3000マイルだったり1000マイルがね、もらえるっていった形になります。エントリー必須になっておりますんで、この点はね、忘れずにエントリーしてください。このページはね、概要欄に載せておきますんで、ぜひチェックしてください。で、次ですね。ビザブランド限定、期間中、海外での利用で30万円で最大1万6千マイルプレゼントということで、こちらね、国内は対象外っていう風になってますんで、ハードルはね、かなり高いと思います。まあ、海外旅行とかね、行かれる方で、またね、現地決済で30万円以上利用する方はですね、達成しやすいかもしれないんですけども、普通にね、私とか海外行っても30万も使わないんで、ちょっとこれはね、厳しいかもしれないんですけども、一応こういうキャンペーンがあるよっていうのは、覚えておいてください。プレミアムカードだったら16000、ゴールドだったら8000、一般カードだったら5000マイルということで、マイルがね、もらえるって言った形になります。申し込み期間とか発行期間とかね、利用期間はね、すべて同じっていう風になっておりまして、年内ね、利用していただければ、まあ、こちらのマイル数がね、もらえるって言った形になります。海外でのね、利用っていう風になりますんで、ジャッジはどうなんのか、外貨決済でいいのかっていうところはね、ちょっとあるわけなんですけども、一応ね、海外でもご利用分のみが対象っていう風になっておりますんで、まあ、もしかしたらですね、国内でね、マリオットポイントで買ったら達成できるかもしれないんですけども、まあ、ちょっと保証はできないって言った形になります。で、次ですね。ビザブランド限定期間中100万円以上の利用で、最大1万マイルプレゼントということで、プレミアムカードだったら1万、ゴールだったら5000、一般カードだったら3000マイルね、もらえるって言った形になります。申し込み期間、発行期間、利用期間は全て同じっていう風になっておりまして、こちらはね、期間中に100万円以上利用された方に、このマイルがね、もらえるって言った形になります。ですので、年内にね、100万円利用できる方に関しては、まあ、このマイルね、追加でもらえるっていう風になりますんで、まあ、こちらはね、狙える方はね、いいのかな、なんていう風に思います。まあ、今からだとね、2ヶ月ぐらいしかありませんので、そうですね、1ヶ月30万円ぐらいね、使っていかなきゃいけないので、まあ、利用できる方はね、いいのではないのかな、なんていう風に思うんですけれども、こういったキャンペーンもあります。で、次ですね、特典2の条件達成された方で、家族カード申し込みで2000マイルプレゼントということで、こちらはですね、基本的にね、この ANA のクレジットカードっていうのは、まあ一般カードだったらね、初年度年会費無料だったりするんですけども、ゴールド、プラチナ、プレミアムとかね、基本的に家族カードは有料ですので、まあ一般カードの発行される方はですね、こちらね、利用していただくのもね、まあいいのではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、家族カード発行で2000マイルがね、追加でもらえます。こちらね、条件2を達成している方ということで、まあ期間中ね、10万円達成された方はさらにね、家族カード申し込みしていただくと2000マイルがもらえます。ですけれども、先ほど言った通りね、家族カードは基本有料っていう風になっておりますんで、まあ一般カードの方はですね、こちら利用していただくのはね、いいのではないのかなと思います。
で、次ですね、期間中に ANA の便登場で最大5000マイルということで、プラチナ、ゴールド、一般カードありますけれども、プラチナとゴールドカードは登場していただくと5000マイル大きいですよね。で、一般カード、その他のカードだと、まあ、1000マイルがもらえます。で、発行期間、申し込み期間は一緒で、登場期間はね、年内、まあカード利用期間と一緒になっておりますので、まあ年内にね、1回でも飛行機乗っていただければ、まあこのマイルがね、もらえるっていった形になります。で、こちらはですね、国際線はですね、ANA 便運航のみが対象ということで、NH 便名の他社運航便を利用していただいても対象になりません。で、またね、こちらは特典航空券対象外っていう風になりますんで、まあお金を払ってね、利用するのはね、対象っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、この後ですね、これもね、ANA のキャンペーンで、まあ、こっちもね、ビザブランド限定のキャンペーンなんですけども、これはね、ANA の電気ということで、まあ、これはね、まあ、利用する方いらっしゃらないと思いますんで、これはね、ちょっと割愛させていただきます。で、またね、もう一個こっちはですね、抽選っていう風になりますんで、まあ、これもね、ちょっと割愛させていただきますけども、まあ、ビザブランドのキャンペーンは、こういったね、感じになります。それはね、ANA 三井住友カードのビザブランドの、ゴールドカードでね、キャンペーンのね、合計マイル出させていただきましたけども、マイトモで2000マイル、ポイントサイトで4200から4000マイル。これはね、まあ 70% でマイルに交換することができます。で、通常ボーナスが2000、10マイル利用のキャンペーンで3000、海外利用のキャンペーン。まあこれは利用できたんですけどね、8000マイル。で、100万円の利用が5000マイル。まあこれも達成できたんですね。で、家族カード一応入れさせていただきました。で、ANA の搭乗キャンペーンを入れると、合計ね、2万7000マイルがね、獲得することができます。ですので、もしね、ANA のワイドゴールドカードね、ビザカードとか、まあ一般カードとかもそうですけどね。まあ一般カードでね、ちょっと獲得枚数下がってしまいますけども、もしね、ANA のね、ANA ビザワイドゴールドカードね、発行されたいっていう方は、ぜひね、キャンペーンね、利用して発行していただければなと思います。それではね、次に JCB のキャンペーンですね。まずね、JCB も、先ほどと一緒のようにですね、まずね、マイトモプログラムね、利用していただいて、その後ですね、ポイントサイトで、発行ね、経由して発行していただければなと思います。こちらね、ポイントインカムで ANA JCB ゴールドカードね、それは違うカードでも OK ですけども、ゴールドカードね、クレジットカード発券のみで3000分のね、ポイントがもらえます。で、JCB のキャンペーンはですね、非常にね、複雑になっておりまして、まずね、エントリーがね、必須になっております。で、まずね、入会でマイルがもらえます。プレミアムカードだったら1万マイル。ワイドゴールドとか、ソラチカゴールドだったら2000マイル。一般カードだったら1000マイルですね。で、こちらですね、JCB のキャンペーンなんですけども、このページもですね、JCB のキャンペーンと、またね、下の方にはね、ANA のキャンペーンも入ってくるっていう風になりますんで、ANA と JCB のキャンペーンがね、一緒に表示されております。で、まずね、JCB のキャンペーンの方は、達成条件がね、3つあります。まずね、お知らせメールの設定ですね。こちらね、申し込む際にね、こういうところがございますので、申し込みをね、お知らせメール配信をね、申し込むをね、確実にチェックしてください。で、またですね、キャンペーンのね、エントリーがね、必須になっております。で、次にですね、MyJCB っていうね、MyJCB のね、まあ、こちらアプリもあるんですけども、ウェブサイトですね、カードのね、利用明細とか見るね、まあ、そこにね、ログインが必要っていう風になっておりますんで、ANA JCB ね、クレジットカード発行される方はですね、ぜひね、こちら忘れずにね、するようにね、してください。まあ私個人的にはですね、ANA のね、クレジットカードで、今ね、海外旅行保険がね、自動付帯で付いてますんで、ANA のね、ワイドゴールドカードっていうのはね、一番おすすめなんですよね。ANA のね、ワイドゴールドカードの中で。まあですので、もしね、発行されたいっていう方はですね、今回のキャンペーンもね、結構いいと思いますので、こちらはね、忘れずに利用してください。で、まず一番最初ですね、カードご利用で5000マイルプレゼントということで、こちらね、100円につき5マイルがね、もらえます。で、こちら上限が5000マイルっていう風になっておりますんで、10万円の利用になりますかね。はい、10万円の 5% で、5000マイルっていう風になりますんで、10万円使うとですね、100円につき5マイルがね、もらえるっていった感じになります。で、こちらはですね、入会期間が10月の31日までになっておりまして、利用期間がカード入会月の翌々月の15日までっていう風になります。
ですので、まあ2ヶ月ぐらいでですね、まあ10万円使っていただくと5000マイルがね、もらえるっていう風になります。で、さらにね、条件達成で最大3万マイルということで、このね、JCB のキャンペーンはですね、ちょっと分かりづらいね、部分は非常に多いんですけれども、獲得できるマイルはね、非常に多いんですよね。で、こちらね、私が一番お勧めしているね、ワイドゴールドカードで見ますけども、まあ、こちらだとですね、まず150万円使っていただくと、1万5000マイル相当のオキドキポイントがね、もらえます。で、またね、プラスして3万マイル相当のオキドキボーナスポイントがね、もらえるっていう風になりますんで、まあ、合計でね、4万5000マイル相当のね、ポイントがもらえるっていう風になりますんで、こちらね、非常にいいですよね。で、またね、ソラチカゴールドだとですね、同じようにね、マイル数がもらえるんですけども、このね、ソラチカゴールドカードっていうのは、東京メトロポイントっていうのに交換することができるんですよね。で、この通常ポイントはね、そのままマイルに交換していただくんですけども、このね、3万マイル相当のね、オキドキボーナスポイント、こちらの方はですね、この東京メトロポイントに経由して、ANA マイルにね、交換していただくことによって、1.5 倍でね、交換することができるんですよね。ですので、これね、3万マイル相当って書いてあるんですけども、1.5 倍なんで4万5000マイルね、交換することが、東京メトロポイント経由でね、交換していただくと、まあ、できるっていう風になりますんで、ANA ワイドゴールドカードをそのままね、今後スーパーフライヤーとかを使って利用していきたいっていう方は、こっちでね、利用していただくのがね、いいのかななんていう風に思うんですけども、キャンペーンだけでマイルが欲しいっていう方は、このね、ソラチカゴールドカードを発行していただいて、150万円使っていただくとですね、1万5000マイル相当が普通にもらえて、さらにね、3万マイルのオキドキボーナスポイントがもらえるっていう風になりますんで、このオキドキボーナスポイントは、このね、ソラチカゴールドカードの東京メトロポイントに一回交換してから、ANA マイルにね、交換していただくと 1.5 倍になるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ覚えておいていただきたいななんていう風に思います。で、先ほど言った通りですね、オフィシャル配信キャンペーンエントリー、MyJCBにね、ログインした方が対象っていう風になりますんで、この点も覚えておいていただければなと思います。で、カード利用期間なんですけども、2024年の1月の15日までっていう風になっておりますんで、かなりね、あと2ヶ月半ぐらいですか、3ヶ月ぐらいかっていう風になりますんで、3ヶ月以内に150万っていう風になりますんでね、結構ハードルは高いですけども、まあ、もらえるマイルはね、非常に多いっていった形になります。で、次ですね、こちらは抽選のキャンペーンなんで、まあ、ここはね、ちょっと活躍させていただきたいなと思います。ここからね、ANA のね、主催のキャンペーンっていう風になっておりまして、先ほど紹介したのとね、一緒になるわけなんですけども、10万円以上利用していただくと、最大ね、5000マイル。まあ、ゴールドカードであれば3000マイルはね、獲得することができます。まあ、カード利用期間等々はね、先ほど紹介した通り、年内にね、10万円以上利用していただくと、もらえるっていった形になります。で、次ですね、家族カード申し込みで2000マイルということで、こちらも先ほど同様ですね、家族カードに関しては、基本的にね、有料っていう風になりますんで、まあ、この点はね、参加されたい方は利用していただくのはね、いいのかなと思います。で、ANA 便登場で最大5000マイルということで、先ほどと同様ですね、ANA のね、飛行機に乗っていただくと、プラスで5000マイルがね、もらえます。それ以外も一緒ですね。ここはね、ちょっと割愛させていただきますけども、こういった形になります。ではね、こちら ANA JCB ワイドゴールドカードの、キャンペーンでね、利用した場合の合計マイル数ですけども、マイトモプログラムで2000マイル。で、ポイントサイトが3000円。まあ、これはね、70% で ANA マイルに交換することもできます。で、通常ボーナスが2000マイル。で、JCB 側の10万円利用で5000マイル。150万円利用した場合の4万5000マイル。ANA 側の10万円利用で3000。家族カード。こちら利用できる方は限定にはなりますけれども、2000マイル。で、ANA 登場し、優勝で利用していただくと5000マイルということで、これを合計するとね、6万4000マイルはね、獲得することができるっていう風になりますんで、こう考えるとね、ANA JCB のね、キャンペーンはね、かなり強いですよね。まあ利用金額がね、150万ということで、まあここはちょっとね、ハードルが高いわけなんですけども、かなりね、獲得マイルはね、一気に稼ぐことができるっていう風になりますんで、ゴールドカードでね、発行されたいっていう方は、まあ三井住友カードよりこっちの方がね、おすすめっていった形になります。
では次ね、ANA アメックスゴールドのキャンペーンですね。こちらは ANA アメックスゴールド側のキャンペーンと ANA のね、キャンペーンが併用することができるっていう風になるわけなんですけども、まあこちらはですね、年会費がね、ANA アメックスゴールドカードはね、34,100円ということで、年会費はね、結構ベラボーに上がります。ゴールドカードとかね、1万円ぐらいでね、利用することが、まあできてたわけなんで、1万円ちょっとでね、1万5000円ぐらいか、利用することができるわけなんですけども、こちらだとね、もう倍に近くね、年会費が上がってくるって言った形になります。まあ年会費は高いんですけども、マイルがね、獲得マイルも多いみたいな。まあそういった形になります。で、合計マイルですね。まずね、通常入会ボーナスで2000マイルがもらえます。で、またね、ボーナスポイントはね、51,000ボーナスポイント。これね、1ポイント1マイルに交換することができますんで、まあ、51,000マイルはね、獲得することができます。またね、通常ポイントということで、このね、アメックスのキャンペーンは、まあ通常のね、ポイントとは別にボーナスポイントがもらえるっていう風になりますんで、通常のご利用分で、まあ、1万5000ポイントがもらえるって言った形になります。で、利用金額なんですけども、3ヶ月以内に50万円利用すると1万5000ポイント、70万円以上で2万ポイント、150万円以上で1万6000ポイントっていう風になりますんで、全部合わせると、5万1000ポイント、まあ、すなわち5万1000マイルがね、獲得することができます。これがボーナスポイント分で、通常ポイントが、まあ、1万5000ポイント、1万5000マイルがね、獲得することができるって言った形になります。これ全部足すとね、6万6000で6万8000って言った形になります。これにね、冒頭に言ったマイトモプログラムがね、入ってくるっていう風になりますんで、合計でね、7万マイルが獲得することができるって言った形になるんですよね。これがね、アメックス側のキャンペーンっていう風になりまして、これにね、ANA のね、キャンペーンが併用することができるっていう風になりますんで、こちらですね、まずね、キャンペーンエントリー中に10万円以上利用していただくと、ボーナスマイルがプレゼントということで、ゴールドカードということで3000マイルがね、10万円以上利用していただくと獲得することができます。で、またね、特典2ということで、こちらはですね、先ほどから言ってる通りね、家族カード入会で2000マイルもらえるんですけども、このね、ANA アメックスのね、ゴールドカードのね、家族カードって1万7000もするんですよね。ですので、こちらね、あんまりお勧めできないですね。で、3つ目ですね。さらにね、ANA の飛行機に乗っていただくと、プラスね、5000マイルがね、もらえるって言った形になります。合計するとですね、マイトモプログラムで2000マイル、ANA アメックスゴールド側のキャンペーンで6万8000マイル、で、ANA 側10万円利用で3000マイル、家族カード発行、まあ、した場合ですね、2000マイル。で、ANA の登場で5000マイルということで、合計8万マイルがね、獲得することができるって言った形になります。まあ、3万4100円なんでね、年会費は高いですけども、まあ、プライオリティパスとかね、ANA のメインカードにされたいっていう方は、まあ、そんなにね、悪くないではないのかなと思います。それでは次に ANA ダイナースですね。先日ね、ダイナースのね、クレジットカードを紹介させていただきましたけれども、ANA ダイナースっていうクレジットカードもあるんですよね。まあ、残念ながらですね、こちらね、年会費初年度からかかってくるっていう風になりますんで、結構高いです。29,700円、家族カードが6,600円かかるクレジットカードっていう風になります。で、こちらの入会キャンペーンなんですけども、A、B、C コースにね、分かれておりまして、期間がですね、2023年10月2日から2024年3月29日に申し込み分までね、やっているキャンペーンっていう風になっておりまして、まずね、入会で2000マイルで、A、B、C っていうね、コースで分かれておりまして、こちらね、利用金額で分かれているわけなんですけども、A コースをね、選択していただくと、入会から3ヶ月以内に100万円以上利用すると3万2000マイル。B コースを選択して150万円利用すると4万8000マイル。C コースを選択して300万円以上利用すると9万6000マイルということで、選択していただいたコースのね、特典は受け取りできませんということで、まあ A だったら3万2000、B だったら4万8000、C だったら9万6000ということで、ハードルはね、かなり高めになっておりまして、まあ100万円ぐらいだったらまあいけるかもしれないと思うんですけども、この C コースとかね、3ヶ月以内に300万ですからね、1ヶ月100万以上使わないとこれね、達成できないっていう風になりますので、かなりね、この C コースに関しては、マイルはね、たくさんもらえますけども、ハードルはかなり高めっていった形になります。で、こちらね、ボーナスポイントっていう風になっておりまして、こちらね、通常分のポイントは別途ね、もらえるっていった形になります。ですので、A コースの場合は100万円の利用で1万マイル。B コースの場合は150万円で1万5000マイル。C コースの場合は300万円利用で
3万マイルということで、まあ、こういった感じでね、通常ポイントももらえるっていった形になります。最大で計算すると、こちらが2000マイル、96,000、3000っていう風になりますんで、合計するとね、12万8000マイルがね、獲得することができるっていった形になります。これをね、合計するとですね、ANA のね、マイトモプログラムで2000マイル、ダイナスガンキャンペーンで最大数だと12万8000マイル、ANA側のキャンペーンで3000、家族カード発行したら2000マイル、ANA 登場すると5000マイルということで、全部ね、マックスで利用していただくと、14万マイルね、獲得することができるキャンペーンっていう風になりますんで、年会費は高いですし、利用金額もめちゃくちゃ多いわけなんですけども、それでもね、獲得マイル数としては、ANA ダイナースがね、一番多いっていう風になりますんで、3ヶ月でね、300万円使える方は、ぜひね、検討していただくのもね、いいのではないのかなと思います。ということで今回ですね、ANA のね、新規入会キャンペーンですね、国際ブランド別にちょっとマスターカードはね、今やってないわけなんですけども、まとめてね、紹介させていただきました。本当にね、非常にね、聞かれるんですけども、2023年現在ですね、一番お勧めさせていただいているのは、旅行保険がね、自動付帯になっております、ANA JCB ワイドゴールドカードがね、個人的には一番お勧めかな、なんていうふうに思うわけなんですけども、各カードね、特徴がございますので、まあ、ご自身にね、合ったカードをですね、発行していただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。